さあ、今回は TCG 風トランプ第2弾でございます。帰ってきた、帰ってきた、帰り、大好評につき、ちょっとね、ルールを若干変更して、はい、今回はお届けしたいと思います。はい、今回は僕との対戦ではなくて、PP 内で一番強いやつを決めるというシステム、総当たり戦ができたいと思います。で、一番成績が悪かった人に罰ゲーム。出た、嘘、最近聞かなかったね、罰ゲーム。確かに私、なりそうな気がする。自負が意外よっね。じゃあ第1ゲームはサキミーさん対吉田さんです。もう最弱、もう確かにここね。さあ今回はですね、ちょっとルールを変更しまして、まあコメントとかでも先行有利ゲーだーみたいな書いてたので、まず、まあ、先行後攻決めたらじゃんけんしていただいて、でじゃんけん勝った人が先行後攻決めます。で先行の人は初手2枚になります。手札が2枚になります。ここが変更点の1つ目です。で2つ目の変更点は手札の上限を3から4に増やします。はい、自分のターンが来た時に手札上限いっぱいまでカードを引くっていうルールはそのまま継続します。はい、なので先行を選んだ人は、まあ、最初手札2枚のうちからカードをセットします。でその後は自分のターン2ターン目が来た時に手札を山札から3枚引いて4枚になるイメージです。でははい、じゃんけんで先行後攻決めてください。最初はグーじゃんけん、はいはい、じゃあ後攻、後攻で、はい、さきみーさん手札2枚引いていただいて、はい、1、2、引きました。で吉田さんは手札を4枚引いてください。はい、引きます、はい、1、2、3、4、はい、やはー。でこのゲームは手札が4枚が上限です。はい、はいはい、軽くルールを説明すると、数字の1、2、3は絵札に勝ちます。キング、クイーン、ジャック、こちらに勝つことができます。そして数字の7とジョーカーはオープンした時必ず勝ちます。はい、でジョーカーと7とかがぶつかった場合は両方相殺されます。要は両方捨て札になります。で7は表になったらただの7です。ジョーカーは表になったら全ての数字に負けます。はい、詳しくは前回の動画をご覧ください。ではファーストゲーム、さきみさん先行で始めてください。はい、じゃあいきます。真ん中にしよう、特に意味はない。なんだろうこの読み合い。じゃあ右端にしよう、特に意味はない。はい、ここで3枚引けます。手札が上限になるまで引きます。カードを捨てていったセットですね。うん、で吉田さんはカード1枚引きます。はい、引きます。はい、っていうのが4枚になるように引いてください。セットするか開くか選びます。じゃあ開きます。開きます。はい、せーの、ドン、ジャックなので吉田さんのカードが勝って関根さんがセットですね。はい、なりました。じゃあもう1枚引きます。はい、こういった形でゲームを進めていきます。はい、で最終的にこちらのゲームは自分の場のカードが全て表になったら勝ちです。ふんふんふん、どうしようかな、なんだっけ、新陳代謝した方がいい気がする。あ、カード回してセットをします。じゃあ引きます。同じことした。そういう時ありますよね。じゃあ この子をすっと置いときます。じゃあとりあえず1枚引いて、はい、引いて表にするかカードをすればいいですね。こいつオープンします。はい、どんどんオープンしていく。オープン、おー、F がつぶし、やばい、ね、やばい、吉田さんリーチ、崖っぷち、崖っぷちや、どうしようかな、これなんだっけ、ちょっと、はい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 、これを買います。あれ変える表で、あ、そっか、表だから、はい、変えることもできます。うん、裏向きのカードでも表向きのカードでもそれを捨て札にして新しいカードをセットすることができます。なるほど。とりあえず、とりあえず行くでしょ。で、こいつはもうちょっとあれだから、すー、あ、ちょっと待って、あ、いや、はい、すー、とりあえず引きます。はい、パッ、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、あ、とりあえず、うん、吸ってします、吸ってします、吸ってします。あー、ね、そうだよね、そうだよね。で、これを取って、うん、へ、はい、これにしました。へー、
プしたら終わりですか。もうそれが絶対勝てるカードなんであれば。じゃあオープンしてみます。ちょっと待って、どうしよう。オープンします。あ、絵札にいじめさん勝つので、吉田さんの勝ちです。最下位は免れた。無理かも。さあ、ということで2回戦目はココロちゃん対つんこさんということで金髪対決でございます。はーい、最初グーじゃんけんぽい。じゃあ先行で、はい、いい。じゃあココロちゃんが手札が2枚、たまさんが4枚からスタートになります。ではゲームを始めてください。でもこれかな。ではあれ、でも引いてないよね。あれ引かないんだっけ最初は。私は引かないよね、はい、出したらいいよね、はい、で、ココロちゃんここでカードを3枚引きます。ということで4枚になるように引けることになります。3、はい、これ引いて出すか開けるかですよね。はい、うん、もう開けちゃっていいですか。お、はい、2、ほらほら、うん、ほらね。お、で、見事な読み、すごい。なんでわかったの。なんか出してきそうだったから。ココロちゃん読み強いもんね。強い。淡々と進んでいきます。どっちよっかな。吉田咲、宮本咲の戦いとは打って変わって、私たちそんなうるさかったかな。うーん、なんか私たちそんなうるさかったって考えますが、お、カード正面に寄ってきた。なんかどうしたらいいかなって読み合いな。でもなんか私こういうの鋭くないからあんまりマジで分かってないかも。まあでもこれも、はい、負けちゃう。コロちゃんはオープンしていくスタイル。はい、だから負けですよね。そうですね、うん、はい、数字が低い方が負けになります。お、じゃあ開く。コロちゃんもうリーチ状態。お、じゃあ私これ開きます。はい、うん、はい、あー、潰していった。潰される。うん、で、こっち開けます。うん、え、こうですよね。ん、そうですね。そうです、はい、1と2なんで1,2,3 はね、絵札にしか立ってないので、うん、それ以外はただの数字比べです。マジで引き弱、引き弱い。ここ開きます。引きもあるんですよね。今回手札の上限が4枚になったんで、割とそのカードの入れ替えみたいな選択の幅は広がってるんですけど、結局カードを1枚引くっていう行動しかできない、そこは変わっていないので。私超引き弱かも。いや、あの、いらないカードが出てないどんどん溜まるっていう意味では、確かに。そう、手札がね、多い方がね、きついんですよね。確かに、なんかしかも同じの来た時、うわってなった。弱いカードが、そう、弱い、5が2枚あった、手札に。うわーって思って。いやー、だからこのゲームをもっと発展させることができないかなっていうのを、すごい、めっちゃ厳しいなぁ。これ開ける。メガネさんの本で、私か。そう、じゃあここを開きます。やば、え、これでいいですよね。はい、負けた。悔しい。いいゲームでしたね。では続いてココロちゃん対サキニーの対決でございます。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。さっき先行だったか、高校にします。え、高校、うん、分かった。なんか先行はカードがね、2枚から選ばれた。そう、2枚からだから、結構の引きも左右されますからね。1、先行で6、8とかだと思う。よー、とりあえず捨てから。ほっ、あー、まあ、はい、確かに。そうか、置いといて別に。なんだろう、ココロちゃん、でも強いカードを出しそうな気はする。ちょっと、そこ真ん中にしよう。特に意味はない。出た。確かに、さきみずっと一言言ってんね。え、なんでみんななんか言いたくならないの。確かに。これ何謎の読み合い。強いやつです。強いやつ、強いやつです。やめて、やめて、やめて、ちょっとやめて、やめて、やめて。
はい、とりあえず1枚引く。切っていくしかないから。あ、ちょっと待って、同じの来た。ちょっと待って、こう言ったら、はい、これ開けちゃおうかな。やだ、これ開けちゃおうかな。やだ、はい。はい、バイバイ。バイバイ。これはね、バイバイカードだった。なんかバイバイカードの顔してたもん。嘘ー。あの周りにあの、ココロちゃんわかりやすいって言われてた。すごい、学び終えている。困る、困りました。あの時の私じゃないんだよ。やばい、ココロちゃん、これでいいかな。これ、これにしました。まあ、9以上と見るか、逆に絵札を置かせて1,2,3 で取るみたいな作戦もねありますが、あえてそこには手をつけない。とりあえず引きます。なんかどかします。お、なんでどかすの。絶対だって勝つやつ持ってきてるじゃん。じゃあここ開けます。もう、でもそれしかない。これせーの。なんかずっとギリギリのとこ行ってる。でもそれしかないんだよな。いい勝負、いい勝負。私引いて、開けます。はい、あー、これで形勢が逆転。そうですね、逆転しましたね。困る。心2オープン、これをこっちにして、お、じゃあこれを置きます。シス、すごい。はい、前とは違ってめっちゃ接戦ばかりですね。いや、いい勝負。ちょっと私もう無理かも。ちょっとなんかこう、どうしよう。これ大丈夫ですか。それココちゃんそのカードオープンしたら勝ちですよ。でもここのカードがいけるやつだったらいいんですもんね。そうです。いや、じゃあもうこれをとりあえず出すしかない気がする。はい、はい、さあターンを伸ばした。ターンで、コロちゃんは引いて開けます。はい、せーの、えい。さあ、どうも、お疲れ様で、コロちゃんの勝ちです。お互いにジョーカーを持ち合って、で、7のね、カードとかも出てきたので、いい勝負だったと思いますね。もう全然後半何も引けなかった。楽しい。じゃあ、じゃんけんで先攻後攻してください。最初グー、じゃんけん、ほい。はい。どっちでもいいな、後攻にします。じゃあ先攻にします。はい。先攻にしますっていうか、先攻しかやらないですね。2枚で、ね、?2 枚です。さも自分が選んだかな。ポジティブ。私は先攻してやるから。ちょっと、一瞬見てもらっていいですか。はい、え、何それ、ロイヤルストレートフラッシュ。やだ、なんで私1枚もらえるの。私決まってるかも。いや、怖っ。じゃんな、引きも強いじゃん、確かに。前もなんか、ジョーカー引いてた。だって、もうちょっとやる気なかったのがさ、引きとしてやる気出てるもん。やる気みたいな顔してる。いや、なんか、なんかおもろいっすね。でもこれ、私これだよ。勝てるとかじゃないっす、これは。別に。ピエン。じゃあ、確かに絶対じゃないっすか。ないっす。100はない。真ん中。はい、あ、そう、真ん中。はい、どこでも大丈夫です。はい、ジャムさんのカードを、チャージ。1、2、これで先出しが終わるわけですね。これ。で、引いて、カードをセットします。セットします。何でもいいセットします。はい。あと、引いて。このゲームはそういうところ。はい。じゃあ、カード引けます。あ、私引くんだ。はい、引いて、カードを出します。どうしようかな。どうしよう、すぐ終わったら。私もセットします。一枚引いて、で、これで入れ替えるか、オープンするか。はい、じゃあ、一番最初に置いたここ。オープンします。うん。はい、せーの、ふた。いやー、違う。私が、そっか、負けです。すごい負けですね。じゃあ、私はセットします。はい。はい。こちら。そうですね。じゃあ、再配置します。はい、お、ゆがる、うん、裏向きはゆがいてきたからの強いカードにペロン、うん、してきた可能性ありますね。引きます。はい、表にするか切り替えるか選びます。
球が始まりました。ね、試合が始まったのかな。12時の甲子園か。いや、どうしよっかなぁ。ね、むずいですね。っていう気持ち。もうシンプルにここを開きます。はい。クイーン。クイーン。で、勝ちですね。吉田さんの方が好きになります。はい。負けた。僕はオープンします。はい。せーの。ペイ。負けた。え、これでもう私。じゃあ、あとないですね。開けます。あ、そうだ、終わりた、はい、これが絶対勝つかだったら終わります。開けます。早くないですか？ジョーカーなので、つぶさんの勝ちでーす。7、2枚とジョーカー1枚。いや、やばい。いや、手札が最強すぎて、これ、どうしよう。いや、吉田さんが何も持ってないと、絶対勝てないから。もうなんか、正直マジ勝ち確しちゃう。最初はグー、ジャッキー、ポイ。あ、あ、じゃあ、ここ、ここ、ここ。いっぱい引けるから。はい。じゃあ、私、ここ行きます。確かに、初手からね、引けるからね。で、心ちゃんからスタートになります。今のところ、お互い1勝1敗のラインなので、はい、うん、どちらかが2勝1敗になります。いつか。はい。なるほど。開けます。開けます。あ、やばい。心ちゃん結構オープンしていくんですよね。確かに。で、引いて、はい、溜めないタイプ。溜めない。じゃあ。このゲームって、自分から動くのって、本当に。でその盤面が整った時の動きなんで結構、様子見ながら、うん、これは勝てると確信のものを開くって感じです、うん、どんどん開こうっていうよりは相手の動きを見て開こうの方が有利、不利で言うと有利かもしれないですね。そこに設置します。はい。めっちゃバーディーそう。そう、ね、足の形とかさ、なんか足の形とか一人すげえラグジュアリー小学生男子気持ちは。え、これを表にします。7、絶対勝つ。こいちゃん負ける。もしかしたらカードも7の可能性ありますからね。結構なんか読みすぎた感あるかも。ヤマさん、じゃあここ開きます。お、せーの。あー、でもなんか強っ。てかさ、てかさ、そこさ、777置いて。いやー、私もう次手ないなと思って。あー、結構でもね、ココロちゃんがね、7以上引けてなかったんですよ。そう、そうなんだ。それで私、ヤマさん結構絵札持ってんじゃないかなって、ここを絵札に変え、怖いから絵札に変えるかもって思って、ここ3とかにしてたんですよ。あ、どっちにしろじゃあ、ね、大丈夫だったんだ。あの女7全部持ってやばい。ねえ、ね、この野郎。最初はグーじゃけぽい。じゃあ、高校にします。じゃあ、先行いきます。1枚、2枚、チュッ。もうダメかもしんない。早い。とりあえず、じゃあこれはスッと置きます。スッとね、スッと置きました。まあ、なんでもいいかな。なんでもいいか。じゃあ、なんでもいいか、先見なら簡単にやれるし。3枚、3枚引きます。3枚引きます。行きました。最初あんま分かんない。あ、じゃあ引いただけ、うん、そうそうそうだよね。ちょっと盛り上がらないかないと思う。酸素？酸素って感じ。酸素、ちゃんとよかった。ちょっと待って、ちゃんのが見ちゃおうと。紙の視点。紙の視点。うん、どう対抗していくか。なんか分かんねえな。しょうもねえカードでも置いておくか。何、その惑わせるのやめてよ。私にとってのしょうもないカードが何かっていう。確かにね。これを交換ちまち。これにちまちた。えらい。えらいね。すごい偉い。ああ、間違えちゃった。3を変えたんでしょ。そうです。でも3はほら、あれ、あれに対してあれだから、あれです。勝負してもいいけどやだって感じですよね。やだ、うん、なんか開いた方がいいのかな。開きますか。ここします。はいはい、はい、あー、おお、
かりやすい人だね。でもしたらここに何置いたんだっけ、これどうしよう。でも別にこれ開け、うん、開けてもまあ、あ、はい、勝てるかのせいもありますね。確かに。え、じゃあ真ん中にします。素直。そうですね。で今つんこさんがこの2枚を飛ばすのにカードをセットしてオープンって2ターンかかるんで、うん、だから私ここが開かれると負けるってことですもんね。そうですね、勝たないとダメです。そこがつんちゃんが勝ってくれないと私が勝つ気分になっちゃう。私つんちゃんにスポンサーにつくね。スポンサー、確かにそんなスポンサーのいらねえんだけど。いきます。ここ開きます。はい、はい、読み通りなのすごいね。でもなんか私あれすごい。え、どうしたの。何、めっちゃいいカード出た。え、厳しすぎる。すごいね。マジで厳しい。なんか遊んでみますか。そうだね。はい。やだ私これ、いやでももうこれね、もう無理だ、もう私無理、ここで勝てなかったらもう無理。ここ開きます、せーの。はこれ誰にでも勝つの。いや違う、7かなって思って。7、朝はでもどっちだ、7が勝つのか。7とジョーカーだったら総裁ですよね。そうです。おめでとうございます。山さんタイプだ。素晴らしい、いい勝負でした。はーい、お疲れ様です。いえ、皆さん大喜びだ。期待してもらった。さあ、ということで皆さんちょっとお疲れモードですけども、うん、いかがだったでしょうか、今回やってみて。メガネさんに負けても、いや負けるっしょってなるけど、なんかここら辺のラインでさ、ね、その勝ち負け結構つくの厳いなって思いました。確かに、ちょっと始めた時が一緒だしね。確かに。結果的にはつんこさん2勝1敗、うん、そして吉田さんも2勝1敗ということで、お二人が優勝という形になります。おめでとう。そしてビリは篠崎心&山本詐欺でございます。しょんぼり、しょんぼり。まあね、罰ゲームはここでは行いません。あ、どう、やばい。いやでもね、このパターンも嫌なんだよね。ね、なんか後日系ちゃんと準備された世界だから。もうやだ。即日の方がまだ確かに、この場で大福とかだったらなんかまだわかるよ、うん、真剣に戦った結果これって結構やばい。確かにね今日は白熱したバトルでしたね。なんかでもみんななんか前より成長してて、見応えのある戦いがたくさんあったんじゃないかなと思います、ね、面白かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録もお願いしますね。ちょっと噛んじゃった。バイバーイ。バイバーイ。